触んなバカ。俺の。俺の。二度と触んな。サンライさんとは数年前から仲良くしてもらってる。まあみんなも知ってると思うが、業界大手の飲料メーカーさんです。こんなの、こんなの仕事に集中できるわけない片付け手伝うように言われました。うん。協力するって言ったくせに。かけるくん、あの哲也とセックスしましたか？わかりやすい人だな。ごめん、あの時の返事。言われました、哲也に。好きとか付き合ってとか。あいつは女性に対して誠実じゃないんです。今までもずっとそうだったんです。だからどうせ杏さんのことだって何とも。確かに好きとか言われてない。でもそうだったとしても、聞くならあいつの口から直接聞きたい。何ですか？話あるんじゃないんですか？私と付き合ってください。アンズと付き合ってるんだよね？分かってる。自分でも最低なことしてるって思ってる。でもどうしても好きで。いや、そもそも付き合ってねえし。じゃあ私じゃダメかな。考えてみて。あんた俺のことなんて好きじゃないだろ、最初から。俺のこと好きって言ったらあいつが俺のこと譲ると思ったんだろ。あの女が自分を優先するところが見たくて、あの女の自分への愛情を確かめるために俺に言い寄ってきた。でもあいつはお前じゃなくて俺を取った。それに腹を立てて今度は俺を誘ってきた。でも俺もお前は選ばない。待って、アンズとは遊びなんでしょ、どうせ。だったら。失礼しました。連絡先くらい聞いとけばよかった。知らないんだな、私、あいつのこと。ごめん。協力するって言ったのに。でも、私も不利だよ。私
哲也くんのこと好きじゃなかったの。え？アンズが嫌いとか言いながら最初から哲也くん気になって仕方なかったの、なんか見てればすぐに分かったもん。私が好きって言ったら私優先してくれるかなと思って。ごめん、分かんない、頭ついていかない。でもね、本気で好きになっちゃったの、哲也くんのこと。だってさっき好きじゃないって。あんな屈辱初めてだった。俺のこと好きって言ったらあいつが俺のこと譲ると思ったんだろう。でも上辺ばっかり見てくる男よりよっぽどよく私のこと見てくれた。私多分生まれて初めて本気だと思う。本気で人のこと好きになったと思う。だから私に譲って。アンズと哲也くんが二人でいたりしたら多分嫉妬でぐちゃぐちゃにしたくなっちゃうから。でもあ、今日ね哲也くんに聞いたらアンズのことを遊びだって言ってたよ。今日はそれを伝えに来ただけ。じゃあまた会社でね。ねえ、それってもう友達ではいられないってこと？それはアンズ次第だよ。嫌だから、そんなの。言われました哲也に、好きとか付き合ってとか。アンズのこと遊びだって言ってたよ。一人珍しいな。女もかけるもいないとか。ああ、まあたまにはな。お前でもモテないことがあるんだ。ざまあ見やがれ。そのまま孤独に地獄に落ちればいいのに。やだやだ。でもそうなったら俺悲しいわ。ごめんね、ひどいこと言って。でもお前モテるから地獄に落ちろ。情緒どこ置いてきてんね。あ、いらっしゃい。何にしますか？ムスカミュール。地獄に落ちろ。誰かと遊んでんのかな？お前バカか。何？お前体冷やすの趣味なの？今何時だと思ってんだ？終電ねえぞ。タクシーで帰ろうと思って。危機感なさすぎって言ってんの。自己管理ぐらいしろよ、ガキじゃねえんだ。本当に年上かよ。ここに来れば会えると思って。ごめん。当たったじゃねえか。会えてよかったな。入りたいなら入れば。
どうしても先風呂入りたいからとりあえずこれにくるまっとけ。これ気まぐれ本気？気まぐれ。やっぱりかけるくんの言う通りなんだね。例えばこれが他の女の子でも気が向いたら誰でもこうするの？ゆかでもたく？好きにしろよ。いつも選ばせる。逃げ道は残すくせにそっちは選ばせない。誰でもじゃない。私以外泣かないで。お前からキスしてきたの初めてだな。初めから信じてなくて時間の流れとともに何か言われてきたのか、かけるに。それでも信じる君と現実ばかり求めている二人のすれ違い、救いようがないでしょう。そう言って去りゆく君と立ち尽くし何もできない言葉だ。どこまで触らせた？胸？何？キスされた時？そのキス忘れさせてやるよ。ことなんてもないように覚悟を決めたから、全て忘れるから、もう一度だけ最後にさよならのキス。コーヒー。ありがとう。飲んだら出てけ。何それ、いくらなんでもそんな言い方。確かに押しかけたのは私だし悪いとは思ってるけど、あんだけやったんだから優しくしろよって自分から誘っといて。違う。違わねえだろ。いいから早く帰れよ。呼ばれなくても。ごめん。
どこ？早く持ってきて。帰ったんじゃなかったのかよ。お邪魔しました。安心して、もう帰るから。ああ、ムカつく。は？ムカつくから嫌がらせしたい。連絡先教えて。スタンプめっちゃ送りつけるから。既読無視すりゃいいだけじゃん。10分おきに100件送る。うっと。谷本さん、それチェック終わったら私に送って。はい、わかりました。ありがとう。以上が AI を搭載した新システム、ヒューマントラベルの活用促進についてです。あ、アンズ、これ確認お願い。あ、これ出力しといて。あ、あ、アンズ、これは今日の部の親睦会、ちゃんと来なさいよ。うるさ、親かよ。川上。はい。本当にごめんなんだけど、昨日打ち合わせした例のサンライ企画の案件な、あれ明日の朝までになんとかな。今日中に企画書出します。お、今日？ありがとう。いや、よかったな。失礼します。あ、そういえば今日の夜親睦会ある。親睦会あるのにごめんね。頼りにしてます。アンズさん、差し入れしようと思ったんですけど、遅かったですね。この間はすみませんでした。あんなこと無理やりして。もういいよ、これで。ほら、親睦会遅れるよ。私ももう行くから先行きな。好きです。俺やっぱりアンズさんが。もしアンズさんが傷つくようなことがあって、その時に俺がアンズさんの目に入っていたら、その時に告白の返事をください。ありがとう。そういや、珍しいことがあってさ、さっき、それはそれは哲也君好みの女の子が哲也に言い寄ってきたわけ。でもそれでその後もう一軒行ったんだけど、それがめっちゃ面白く。え？やっぱお前じゃつまんねえ。帰るわ。最低。風呂入りて。あのレベルの女の子にあんなこと言うかね。てか哲也が女断るの初めて見たわ。あー、ムカつく。地獄に落ちろ。
前以外痛くなって俺に言うならお前もかけると話すな。ダメダメ。18階更衣室付近にて不審者がいるとの通報、至急確認をお願いします。了解。誰か来る。更衣室前、今のところ不審者いません。これから更衣室内の確認に入ります。不審者いませんでした。引き続き不審物の確認に当たります。不倫体質。私はあんたのものじゃない。なれよ俺の前に。元カノがうまく動いてくれればアンズと哲也の仲避けるかもよ。やっぱり遊びなのかなって。